君が腕に抱えてた紙袋が破れて、ラ・フランスが転がった。不意のさよならなんて心の端っこから落ちた。予測できないハプニング。一部始終を眺めてた道のこっちで。冷静すぎたことがダメだったんだ。もっと感情的に僕が走れたら、そう、バスの時間に間に合った。優しさとは何なんだろう。君に駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった。優しさとは、ゆりかのラジオを作ってみました。1月の7日、間違えた、6日1月の6日土曜日、時刻は22時を回りました。こばんはゆりかです。ゆりかのラジオを作ってみました。この番組はラジオが大好きな私ゆりかがとりあえずラジオを作ってみたという手作り番組でございます。はい、もうね、歌わずにはいられませんでした。本日のメールテーマね、まあ後で紹介するんですけど、アイドルソング語りませんかっていうことで、早速ね、乃木坂46さんの、優しさとはっていうね、もう大好きな大好きな一曲をね、アカペラで歌ってしまいました。これもうカラオケ感覚なので、あの上手い下手とかは気にしないでください気にしないでくださいっていうのもおかしいけれども、好きなように歌ってますんで。そう、これさ、収録なんですよ。今回もプレミア公開でね、事前に撮っている様子を聞いてもらってるんですけど、収録ってさ、なんかこう言い間違えたり、まあ、ちょっと例えば間が空いちゃったとかさ、なんかこうちょっとなんか急にお水飲んじゃおうとかさ、そういうのをさ、こうカチッと切れるのがさ、まあある意味収録ラジオというか収録ものの良さでもあるじゃないですか。冒頭で日付を間違えたんですけど、多分これ切ってませんから結構ね、もう収録回が2回続きました。2月にもなりましたけど、みんないかがお過ごしでしょうか。私はね、今日ね、髪を染めに行きました。収録している本日ですね。今日はですね、配信イベントで台湾のね、イベントに出演させていただきまして、日本からもね、見てくださった方もいらっしゃいました。本当にありがとうございました。こういうね、こうご時世の中でも海外の方に向けて歌を届けられる、自分のこう姿を見せることができるっていうのはすごくありがたい機会ですし、そうだな、やっぱアニメソング、アニメの日本の文化の良さっていうのがね、やっぱりこうどんな時でも元気の源になるものではないかなと思うので、もしね、このプレミア公開聞いてくれてる方で、台湾の方とかイベント見てくれた方がいたら、ぜひね、実況とかコメントのチャット欄はリアルタイムで私も追っかけていますので、ぜひ感想なんか教えていただければ嬉しいななんて思っております。そうそう、配信イベントがあるから、まあちょっとね、みんなの前にこうステージに立つので、ちょっと髪の毛を綺麗にしてきたんですけど、多分ね、私写真載せてる、あと多分今日のサムネもね、その写真だと思う。ちょっとオレンジっぽくしてみました。あのさ、これもさ、ちょっと話していい？なんか私ね、こうよく、まあ髪染めましたとかさ、まあ最近はすごいバッサリ切ることはちょっとしてないんだけど、こうね、わかりやすいのよ、あのみんなの反応が。なんか自分的に、なんかよくさ、女の子だと分かってもらえるかもしれないんだけど、まあ囚われる必要ないんだけど、なんかこう自分のパーソナルカラーっていうのがね、あるんですよ。なんか肌の色とか、こう目の色、目のこう黒目の色っていうかな、その色に合わせて自分のパーソナルカラー、自分の似合う色とか、自分がこうよりよくなる色みたいなのを診断できるんですよ。で、まあパーソナルカラーっていうのがあって、私がね、こうイエローベースの秋なんですよ。そう、これ春夏秋冬あって、こう男の男性の方わかるのかわかんないんだけど、なんかイエローベースっていうのは、まあまずこう肌が黄みがかってる、まあイエローだから黄色みがかかっていて、でイエローベースの秋っていうのが基本的に
オレンジとか、まあ、テラコッタ、あと赤茶色とか、あのとにかくちょっとあったかみのあるちょっと深い色が似合うっていうのが、まあ、一応私のパーソナルカラーなのね。で、まあ、正直あの囚われることなく好きな色を使えばいいと思うんだけど、まあでもせっかくだからって言って、あと自分もねその暖色系の色とかすごい好きだから、まあ、自分にも合ってるなって思うから、こうお化粧品だとか服の色とかもね、あのそういう色を選んだりするんだけど、こう黒い髪とかこうちょっと寒色系アッシュ系とかが似合うのはブルーベースって言われる方なの。ブルーベースって方はどちらかというと肌がこう青いっていうか、まあ、色白さんっていうのかな、だからこうちょっと青みがかったピンクとか、こうお肌が元々の肌がこう白い分こう真っ赤な赤リップとか、なんかこう似合う色が違うんですってそれぞれ。そうで、私がたまにもう最近してないけど、そういう自分の似合う色っていうのを無視して、まあ、その時は多分ちょっと暗い色にしたかった気分だったので、暗い色にした時のあのこうなんか SNS でのいいねの付き具合が全然なかったのねで、なんかこう赤茶にしましたとかオレンジっぽくしましたみたいになると、みんないいねいいねって押してくれて、いやなんか SNS ってこう素直だなってまあいいんだけどさ、囚われないでさ好きな色をさこう使えばいいと思うんだけど、まあ、それもある意味さこうみんなに見てもらえるからこそのこうなんかリアルな意見というかまあそういう髪を染めたりするとね、そのエピソードを思い出しますまあでも多分今んとこ好評なんじゃないかなと思いますあのぜひみんな可愛いねとか似合ってるねとか言ってくださいということで、本日の、まあ、改めてなんですけどメールテーマを発表したいと思います。アイドルソング語りませんかということで、インスタのストーリーとかはね見てくれてる方はまあちょっとわかるかなって思うんですけど、私基本的にまあそれこそ SNS の使い方で、インスタのストーリーはなんか自分が好きな曲とかハマってる曲とか今これ聴いてるよみたいなのをよくシェアするんですね。でこう元々このジエンラジオでもさ、なんかお箱カラオケのお箱はのこうなんかメールテーマの時もそうだったけど、そうアイドルソングが実はすごい好きなんですよ。でも正直さ、アイドルソングに詳しい方とか好きな人っていっぱいいるから、なんかこう自分すごいアイドルオタクですってすごい声を大にして言うのもなんかちょっと本当の詳しい方に申し訳ないなみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。そうでもそれを気にせずに語れるのがジエンラジオだっていうことで、今回はついにね私の大好きなアイドルソングの話を、解禁したいと思います。まあね、あのお便りの募集の時も言ったんですけど、まああの AKB48 さんの、劇場公演曲とか、あとねやっぱ私ね、そう中本姫香さんって乃木坂461期生も卒業しちゃったんですけど、姫さんと今いるメンバーだと2期生の北野日向子さん、キーちゃんがすごい好きなんですけど、どちらかというと乃木坂46さんのアンダー曲、まあ表題歌うのが選抜メンバーだとしたらカップリング曲とか、なんかそういう歌がすごい、どちらかというとそういう曲ばっかり好きで、なんかそういう話をすごいしたいなって思って、あとねお便りもたくさんいただいてて、私が知らない、おすすめの曲を教えてもらったりとか、あとちょっと昭和アイドルの、お便りだったりとか、あとねハロプロもね、私カントリーガールズ大好きなんですけれどもなんかあのそういうのもねちらほらとあのお便りいただいておりますので、いっぱい喋れたらいいなと思っております。で今回も収録なのでリアルタイムで、読むことはできないんですが、 YouTube の、チャットとかね、Twitter でシャープジエンラジオですとか、タイムライン見ておりますので、ぜひ気軽に一緒に、ジエンラジオ楽しんでいただければなと思います。普通歌とかね、お便りは随時メールテーマ以外はねなるべく随時募集しておりますので、ぜひ気軽に送ってください。メールアドレスはyurika29.official@gmail.com yurika29.official@gmail.com です。ということで今回も1時間約1時間収まるかな、最後までお楽しみください。ゆりかのラジオを作ってみました。この番組はリスナーさんの提供でお送りします。
リカです。リトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いを主題歌ドリームフライトは現在好評配信中です。作詞作曲は大原優香さん、編曲は石田みのるさん。もうとにかく隅から隅までリトルウィッチアカデミア愛が詰まった素晴らしい一曲になってるので、ぜひとも聴いてください。ゲームもやってください。もう本当にいいんで、本当に聴いて。みんなとの再会を願って作ったアコースティックセルフカバーミニアルバム The Union は現在ゆりかのグッズサイトで発売中です。おすすめはルゾー、ベイビーベイビーフロー、マーブル、メイキッド、マイコン収録曲全部です。インストも入ってます。そしてステム販売も開始していますよ。ぜひチェックしてね。あ、ねえねえ、アニソンシンガーのゆりかのツイッター知ってる？知らないんだけど。なーに？なんかね、シャープゆりかに報告ってつぶやくと、なんかゆりかに報告したい近況とか、なんか意外とこまめにチェックしてるらしいから、まあなかなかね、今会えないし、なんか報告したいことがあったらそれつけてつぶやくといいらしいよ。わかった、とりあえずフォローするわ。お送りしています、ゆりかのラジオ作ってみました。ということで、前回の配信から約2週間ぐらい経ってますね。もうさ、早すぎ。もう2月、もう本当に1年終わっちゃうんじゃないこのままっていうぐらい1月があっという間だったんですけど、まあ前回のね配信でも言ったんですけど、小さな手のひらをアップさせてもらったりですとか、そう、前回の時はこう小さな手のひらを出しました、アップしましたっていうのは言ったんだけど、感想をねみんなから聞く前だったので、すごくあったかいメッセージをたくさんいただきました。こうありがとうっていう言葉だったり、楽しみがねこうまた、まあ延期ということは楽しみがさらに伸びたっていう、なんか逆に前向きにこうなんか捉えてくれる方もいたりですとか、私自身もすごくやってよかったなって思いましたね。改めて参加してくださったミュージシャンの皆様や編集してくれ、これあれもさ、こうなんかちゃんとさ、ソロじゃないけどさ、ちゃんとなんだろう、そのパートが主役の時にさ、こうちゃんと画面がさその方になったりとかさ、なんかそういう編集をしてくださったスタッフさんや、本当にあと許可、何よりもね、そうだよ、歌っていいですよ、やっていいですよって言ってくださったビジュアルアーツさん、本当にありがとうございます。そしてね、こう見てくれる方が、いてくれてこそなので、ぜひねこう延期公演実施日までの期間限定となっておりますので、ぜひ何度でも見てほしいなと思います。あれだね、どちらかというと、まあ、もちろん私のこと普段応援してくれてる人はそうだけど、なんか、まあ、ゆりかってキー作品好きなんでしょうっていうぐらいの認識でいてくれてる方が聞いてくれたりしていて、すごくありがたいなって思いました。なんか結構私、まあ、YouTube の動画もそうだけど、まあ、カバーライブとか、まあ、あと企画じゃないですけど、それで結構カバーって、まあ、ただいまだったりね、カバーってやらせてもらうことがまあ多いんですけど、なんだろうな、こうもちろん私これさ、好きなことこうやってべちゃくちゃ喋っちゃうから、ここではああでこうでこうでって喋るのも大好きなんだけど、あの小さな手のひらに関してはなんだろうな、もう歌でそれが伝わったらいいなっていうのをすごく思ったので、こうなんか本当に大切に、もうすごく大好きな作品の大好きな曲なので、なんかその大切さみたいなのが伝わったらいいなって思っております。ぜひ何度でもね聞いてほしいなと思います。そしてそう、この2週間でねお知らせ事もありました。メールももらってるので読みながら紹介していきます。ラジオネームガグビーくん、ありがとうございます。ゆりっぺこばんは、2月22日、デビュー4周年配信イベント、特別企画シャイニーステージゆりかベスト20が開催されることが発表されましたね。みんなの好きなゆりか楽曲をランキングにするという、我々アイドルオタク的にはリクエストアワー AKB さんのねリクアねのような企画に発表を聞いて胸が熱くなりました。僕の推し曲は果たして何位なのかすごく楽しみです、ということでありがとうございます。はい、この話もね、まあ、YouTube の方で別の動画として、お話をしてるので、まあ、詳しくはねちょっと同じことになっちゃうからそれを見てほしいなって思うんですけど、毎年私のデビュー記念日シャイニーレイが出た2月22日はですね、全曲ワンマンライブをね例年だったらやって
おりました。去年は恵比寿ザガーデンホールで、まあある意味当たり前のようにというかいつも通りやっていた最後のライブではあったんですけど、まあ、今年も正直、まあ、ちょっとあの、発表動画と重なっちゃう部分があるのでちょっと簡単に言うと、本来だったら、2days で、メドレーなしのフルバンドでフルライブをやる予定でした。2月22と翌日がね祝日になったので23日と2日間、お客さんと配信と、入れてやる予定でした。カバーも入れると全33曲かなね、33曲を2日間でっていうのもなかなかハードな、内容だと思うんですけど、すごく、私自身ももういつぐらいだったかな、デッドヒート終わった頃にはもうそういう形で、構成というかセットリストもさ、まあ、ただ全曲やるのもさ、こう順番とか大事だし、こうなんかどうしたらこうアニソンシンガーよりかとしてのステージを作れるかっていうのを、まあ、ずっと、まあ、ある意味去年の2月の22日から考えてました。去年はどうしてもちょっとメドレーがあったので、こう去年の2月22日から2020年の2月22日から2021年の2月22日のことを考えていたんですよ。やっぱデビュー記念日って大事だし、で今年はまあ4年目になるっていうことだったので、まあでもちょっとこの状況を見て、でもこうライブができないから何もできないではなくて、まあ、今回はなのであえて特別企画という言い方をさせてもらいました。まあ、改めてなんですけど、2月7日23時59分まで、だからまだあるか、明日いっぱいかな、このプレミア公開を聞いてくれてる方は、2月7日の日曜日23時59分まで1人1票で、カバーも含むゆりかとして歌ってきた曲の全部の中から1曲だけこう推し曲に投票してもらいます。でそれをこうゆりかベスト20っていうことなので、20位から1位を発表していくっていう配信イベントになっております。で1部と2部と分かれていて、1部が20位から11位、2部が、10位から1位を発表していくっていうイベントになっております。でこれもなんかこう発表方法っていうのかな、いろいろあって、まずはその配信会場で私が、まあ、生ライブをするっていうことと、あとは過去の、ライブ映像から見ていただくっていうの、それはまあ、YouTube に出てるライブ映像もありますし、もちろんもう4年間のライブの映像がたくさんありますから、そこからみんなが見たことない未公開のライブ映像を交えて見せていったりですとか、あとは、今回のために撮り下ろし、今回のためには違うな、今回のためにじゃないです、今回のためにっていうとなんか前々から全曲ワンマンライブやるつもりなかったのかってなっちゃうから、前もっては用意してないですね。撮り下ろしの、ライブ映像だったりとか、いろんなさまざまな、方面からその曲を、発表していこうっていう企画になっております。ちょっとうまく言えてるかわかんないんですけど、まあ、詳しくは告知動画を、そこに行ってくれればわかりやすいかなと思うので、ぜひね、もしアンケートまだ参加してないという方がいたら、ぜひともね気軽に参加してほしいなと思います。私自身もどうなるかわかんないんですけど、でも、まあ、こうやってねどんな形であれ2月22日をこうお祝いできるみんなと、参加してくれる方がこういてくれると、こうなんだろうな、みんなで同じ時間を共有できるのはすごく楽しみなので、ぜひ参加していただければなと思います。いや何が1位になるんだろう、まあちょっとある程度は予想はつくけどさ、どうなんだろうね、ちょっと私も楽しみですので、ぜひ気軽に参加してくれれば嬉しいです。ということで、まあ近況というか2月22日の話はここまでで、さあ語ってもいいでしょうか、エヴァさもうエヴァに行くかって感じ。これだけちょっとね、今日ねアイドルソングがもうね楽しそうすぎて、お便りも含めてほんと1時間で収まるかわかんないんだけど、ちょっとエヴァの話させてもらっていいですか。じゃあこっからは安定のまだエヴァ見てないよとかこれから見るよっていう人はミュートにしてください。5秒間、時間を取ります。いきますよ、5、4、3、
3、2、1。はい、ちょっと待って、水飲もうかな。ちょっと水飲むね。水飲んだ。こういうとこはカットされるのかな。カットしなくていいです、もう自演なんで。水飲んだから喋るね。あのさ、9をね4回見たの。4回見てもあんまりね、なんかね、考察動画、なんか考察してる方とかいっぱいいるじゃないですか、考察サイトとかさ。その読んでる時、見てる時は内容を、あ、まあそういうことかとかわかるんだけど、9だけ見るって見てると、あれ、これって何だったっけ、ああだったっけってなっちゃうの。これはなんていう現象。いやでもね、私9ね好きかもしれない。結構好きっていうかね、4回見てる時点で結構ハマってると思います。でもね、1回目はね、本当に本当になんかカオルくんピアノ上手だなぐらいしかに思わなくって、もうね、まず、ミサトさんたちはどこにいるのみたいな。あと、リツコさんめっちゃベリーショート似合ってるなみたいな。あと、なんかあれは宇宙にいたんだよね、最初。そう、で、ブンダーとか言われても、ブンダーはなんだみたいな。で、あとね、今の私の頭の中を整理していいですか。まず、あのね、歯と球の間のことがさ、よくわかんないじゃん、やっぱり。なんかみんなさ、美里さんとかさ、律子さんとかさ、なんかカオルくんとかさ、なんか簡単に説明するけどさ、いやいや、その14年間がわかんないんだよみたいな。なんかあれはさ、まず美里さんたちはビレっていう、あの玄道たちがいるネルフを倒そうとするため、人類補完計画を阻止するための組織がビレだよね。で、ビレの船みたいなのがブンダーで合ってるよね。で、マリがわかんないんだよね。マリってさ、でも結構年上だよね。でも若いのか。なんか後半でさ、玄道くんって言ってるの。だからさ、なんか、まあ、謎じゃん。なんかさ、あとアダムスの器っていうのもわかんない。アダムとアダムスの違いも私わかんないし、てかまだみんなわかんないか。それが続きってことだもんね。そう、わかんないし、あとね、ニアサードインパクトとサードインパクトの違いもなんかわかりそうでわかってない。わかりそうでわかってなくて、ちょっとバーって言っちゃっていい？あとさ、あのさ、クローンの綾波レイだよね。あの黒いさ、なんか黒波さんみたいな人。あのさ、ネルフの中にさ、すごいプレハブみたいな、なんかほんとさ、そこ部屋ですかみたいなところに住んでるじゃん。あれはさ、歯でさ助けた綾波じゃないよね。初号機に取り込まれたんだよね、綾波が。ユイと一緒に取り込まれてるってこと？初号機に。っていうか初号機はもう使徒なの？リリスなの？だってリリスの魂が綾波でしょ。んで、いや、でもリリスだから使徒じゃないのか。そう、こういうのはさ、もうぐるぐるさ考え出したら止まんなくって、本当に止まんなくて楽しいんだけど、あのね、これはね、語りたいです。誰かねえ、こういうの語りたいの、本当に。だからとりあえず、あの空白の14年間、まずそもそも14年みたいな。そりゃシンジ君もパニクるよねって感じ。あとさ、槍が2つ、ロンギヌスの槍とカシウスの槍があるじゃん。んで、ロンギヌスとカシウスだったら世界は救えるよってカオル君はシンジ君に言ったんだよね。んで、いざ、あのなんかなんだっけ、ほら、2人乗りのエヴァに乗って、あのほら、地下まで行ったら槍がロンギヌスとロンギヌスだったんだよね。で、カオルくんがやめろって言ったけど、シンジくんがいやってやっちゃって、フォースインパクトが起きるって感じ。合ってる？合ってるよね。どうだ、あの二人乗りのエヴァはさ、あれはどうやって作ったんだっけね。なんかもう裏司会文書読ませてって感じ、本当に。あと、カジさん出してよ、カジさんどこ行っちゃったんだよって感じ。そうだから、もう切りなくて、なんか前半の方
分はなんかまだちょっと分かったの、理解できたんだけど、後半の方がねいまいち分かんないの。なんかね、分かるつもりでいるんだけど全然分かってない。多分これがエヴァの魅力なんだろうなって、本当にね取り込まれてます。私もエヴァの呪縛にねちょっと今駆られてるかもしれないんで。いやそうなの。あとね、そう、分かんないとこっていうか、あれどなんだろうねって言い出したらキリないんだけど、もう一番はアダムスとアダムの違いかな。あとカオルくんがさ、なんか始まりと終わりは同じことかみたいな言ってんじゃん。第一使徒がカオルくんで、で最後ってことはカオルくんは使徒になり新たになったってこと。そう、私意外とさ過去のさ自分の喋り聞いてるとさ、考察とかいい線いってるんだよね。考察ってほどでもないか、自分の気になってる箇所意外といい線いってないみたいな。そうだからこれの答えじゃないけど、また多分さ新しいの見たらさもっとハマるんだろうなって感じ。そうだから槍もさ、まずなんで両方ロンギヌスとロンギヌスになったのみたいな。これツイッターで喋りたいけど、ツイッターってさ、まあ、正直これもさどんな人が聞いてるかわかんないけどさ、一応ほらネタバレ防止でミュート時間を取ったじゃん。ツイッターってそれできないから、なんか安易にさ槍ってどうなったんですかってさ、槍でやり直せるんですかみたいな、あんまつぶやけないのかなって思ってまあこうやって喋ってます。いやでもね楽しい、ほんと楽しい。ああでもないこうでもないってね考えるのがすごく楽しいです。ありがとうエヴァンゲリオンって感じ。ねーもうねキリない。えあとね、あとあるかな、まずねミサトさんがねもっとねなんか優しくね説明してくれたらよかったと思うの。だってさ最後さ歯のさ最後さ、なんか行きなさいシンジ君みたいな言ってたじゃん、なんか自分の意思で自分のなんとかでみたいな。でそれをやったことによってサードインパクトが起きたんでしょ。じゃあ仕方ないよって思っています。あとあれだわ、なんだっけ、なんとかの鍵、なんだっけなんだっけ、ロンギヌスの槍じゃなくて、槍じゃないよ、なんか鍵、なんとかの鍵あったじゃん、あれどこ行った、あれどうなったって感じ。最後どうなるんだろうね。私はね、ゲンドウとね、シンジ君がね、戦うと思う。全然わかんないけど。ねえ、でも、あとマリの存在もね、わかんないもんね、全然。なんかアダムスの器になりたいのか、みたいな。あれも気になる。ということで、まだまだエヴァンゲリオンにハマっている私ですが、この後もメールテーマでどんどん語ろうと思います。これさ本当に聞いてる人ちょっと楽しんでもらえてるかわかんないんですけれども、本当作業用ぐらいに楽しんで聞いていただければ嬉しいなと思います。ということでちょっと語りすぎちゃったんですが、ふつおたは随時お待ちしております。メールアドレスはゆりか 29.offial@gmail.com 合ってるか、 yurika29.official@gmail.com です。お待ちしています。ゆりかです。昨年開催されたデッドヒートレッド VS ブルーのライブフォトブックができました。レッドのゆりかかわいい、ブルーのゆりかかっこいい、とにかく作画が最高なのでぜひチェックしてみてください。ブロマイドもランダムでついてきますよ。詳しくはゆりかの公式グッズサイトをチェック。ゆりかが着てる服かわいいよね。うん、かわいい。あとリップもかわいい。あとゆりかもさ結構さ漏れてていい感じだよね。うん、でもあとストーリーでオートミールばっか載せてて他に載せることないのかなって思ってる。あ、でもほら聴いてる音楽とかもストーリーとか載せたりしてるから、ゆりかのインスタ見たらいいと思うよ。うん、いいと思う。はい、今ゆりかの YouTube を見てくれている、聞いてくれている方、そもそもチャンネル登録してますか？してくれてる方ありがとうございます。本当にありがとうございます。しないで見てる聞いてる方もったいないですよ。とりあえずはい、ここのなんかチャンネル登録っていうところを押してチャンネル登録してね。
ここからはメールテーマ、アイドルソング語りませんかをやっていきたいと思います。いやーもうね、楽しみにしておりました。もうじゃんじゃん紹介していきます。ラジオネーム、KMR さん、ありがとうございます。ヒリッペコ版は、僕は中学の頃、AKB48 さんのオタクでした。特に初代チーム B が大好きで、パジャマドライブ公演やアイドルの夜明け公演が大好きで、当時は配信をよく見ていました。当時のセットリストや研究生を含む歌唱メンバーの1ページを見るともう懐かしくてしょうがないです。特に僕はユニット曲のファンだったので、この頃だと、あーわかる、パジャマドライブ、純情主義、手もでもの涙。ちなみに僕はミカチンのオタクでした。私は佐伯美香さんと同じ誕生日、10月29日です。鏡の中のジャンヌダルク、残念少女、口移しのチョコレート、愛しきナターシャ、うわ懐かしい。あたりの音楽を聴くと今でも振り付けを思い出します。他のチームの公演曲で言うと、ハート型ウイルス、愛しさのアクセル、日暮らしの恋、隣のバナナ、ひまわり組あたりも好きでした。ああ、この辺が語れるオタクとお酒が飲みたい。いやーこれ私立候補します。私も飲みたいです。いやーもうね、これ私 KMR さんとさ、同い年くらいかな。同い年ちょっと上かもだけど、同世代かな。いや、もう私もですね、もうこの頃まさに大好き。もうこの頃の公演曲、本当に本当に好きですね。わかる。私はちなみに初代チーム K が好きだったんですよ。で、ま、元の推しで言うと、元祖妹キャラ、キラキラパワー全開の小野エレナちゃん、エレピョンが大好きだったんですけど、もうこの頃のね、公演曲はね、本当に素晴らしい。本当に素晴らしいですね。もうね、私も純情主義大好き。片山さんが神なんですよね。悪いけど私は純情主義守ってる、他は当たりだよ。もう名曲ですね。もうほんと、口移しのチョコレートは、まあ、何を言っても柏木由紀さんですよね。あれはいいよ。あーもういい。タルル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 、つまんないよ。あれいいよね。衣装もか、何を隠そう、やっぱ AKB48、ま、48グループ、何より衣装が可愛い。さすがオサレカンパニーさんって感じですよね。私も兄様の時の衣装とただいまの時の着物のリメイクはオサレさんにやっていただいたんですけど、夢のようでした。本当に。衣装図鑑とかも普通に買って読んでたので、衣装ファンとしても、茅野忍さんに会った時感動したもん、私。あーこれはって思って、本当に好きでした。もう素晴らしい、ってか今も好き。いやーでも手もでもの涙はね、名曲。やっぱ私ね、何度も言ってるんですけど、あれは本当に名曲よ。降り始めた細い雨が銀色の、今踊ってます、ドンチョウを下ろすように幕を閉じた、それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら、アジサイも泣いていた。こう横向くるね。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、これも先進まないですね。あ、愛しさのアクセルもいいよね。高見のね。愛しさのアクセルをまた踏み込んでよ、思い出ルルルルスピードでってやつ。ハートがダイレスはね、もうニャンニャン様ですからね。もう私、日暮らしの声大好き。マジで好き。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか？あれはね、いいよ。ゆったんと高見菜も、元祖っていうか、もう元祖歌唱力メンバーっていうか、もう歌唱力ユニットみたいな感じじゃないですか。あれね、15の夏っていうのがいいんですよ。あなたが好きでした、ごめん16だよね、16の夏、15じゃない16でした。それを聞いてた時、私ちょうど中学生で、本当に16とかだったの。だからめっちゃ歌ってた、日暮らしの声で。さ、私かなかなかなって、日暮らしがさ、かな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 って泣くのを、かなかなかなっていうのがすごい好きだった。あれは本当に。隣のバナナは、それこそもう推しのエレピョンが、小林かなちゃんとだよね。バナナバナナ
私ってこう見えても結構大人だよ。気寄せするタイプだけど。いや、もうこれはもうほんと全盛期。全盛期ですね。もうほんとに素晴らしい。はい。ユニット曲で言うとね、もう私 K が好きだったので、K の曲ばっかりになっちゃうかな。支えとか、草原の奇跡とか、本当に好き。あとね、エレピョンのね、やっぱね、ソロ曲、ファーストラブ。生まれた日からずっと、待ち続けてた奇跡。ときめいて、憧れて、この胸のどこか切なかったって。あれはもう本当に素晴らしい。あとね、K だとね、あれは何だったかな、逆上がり、逆上がり声。まあ、逆上がりのこと言ってる人もいたな。あのね、逆上がり待ち、あ、じゃ、足で地面を蹴って、太陽がぐるりと回った。やっぱね、あ、いたいた。ラジオネームロイスさん。ゆりかさんこんばんは。僕の推しアイドルソングは、AKB48 チーム K の逆上がり公演より、To be continued です。2011年に行われた AKB48 グループ全公演見逃した君たちへで初めて聞いた時の優しい曲調とメッセージ性の強い歌詞に心をつかまれました。チーム K でアンコールといえば草原の奇跡や支えの印象が強かったですが、それに負けないくらいの素敵な曲だと思っています。そう、K はね、なんかこう泥臭さ、なんか体育会系みたいなのがこうチームカラーだったから、なんか泣ける曲多い、本当に多い。あとあれも好きなの、星空のミステイク。今頃はあの店で、なんかね、女友達を友達に紹介しちゃって、で、その二人がくっついちゃうの。んで、あ、俺女友達、あの子のこと好きだったんだなーって思うっていう後悔の歌なんですよ。なぜか僕はそわそわして、今踊ってます。時計気にしてる。君の笑顔を送った後、心揺れている。知らぬうちに胸の奥にそう。てててててんじゃらしいって、あれもいいですね。チーム A で好きなのは、前人未到と、A もさ、あれだよね。あのさ、黒い天使？あの、あっちゃんがセンターだったやつって A ですよね。A はでもね、でも K ばっか聞いてたかな。パジャマドライバー、B のパジャマドライバー、本当に名曲揃い。名曲揃いで、もうね、でも一番好きなのは、あれも好き。嵐の夜にはそばで眠りたい。ガラスの窓を強く叩く激しい雨風よあなたに。あれはミャオがいいんですよ、宮崎美穂ちゃん。あれはいい、あれはいいぞ、ほんとB もまあ有名どころで言うと初日とかさ、あとチーム B 推しとかね、いいよね。あとね、片思いの対角線。あの、二刀萌乃ちゃんがいるユニットは、いい曲が多いです。あのね、萌乃さん何でもできるから、本当に素晴らしい。片思いの対角線はね、名曲ですよ。そんな片思いの対角線。もし出会いが彼女よりも先なら私たちは、机挟み向かい合い座ったでしょう。神様の残酷なしうちねってやつ。もう名曲だわ、ほんと。ちょっと進まないので、ちょっとどんどん行きたいと思います。ごめんなさい。本当に進まないね。ちょっと違う、切り口で行ってみようかなと思います。JNM 電気屋の吉田さん、ありがとうございます。ゆりっぺこば。アイドルソングで一番最初に思い浮かんだ曲は松田聖子さんの瑠璃色の地球です。打ち上げ花火、下から見るか横から見るかという劇場アニメで劇中歌としても流れていた曲です。ゆりっぺがカバーする松田聖子さんの曲を聴いてみたいです。ということで。ちょっとね、この昭和アイドル話というか、私正直あんまり詳しくなくって、わかんないんだけど、でも私ほら、野村義雄さんが好きじゃないですか。好きなんです。ねえ。
こう昔のね、よちおさんのこうアイドル時代のというか見てたりすると、松田聖子さんとコントやってたりとかしてたんだっていうのがたまにわかる。でもね、瑠璃色の地球、朝日が水平線からってやつ、てるる、この一気に自信なくす感じ、私本当にあんま詳しくなくて。でもあれだよね、なんか山口百恵さんとかがさ、こうサブスクを解禁したって言って、最近若い人の中でその昭和歌謡曲っていうかアイドルソングが流行ってるみたいなのをニュースで見たことがあります。やっぱね、それで言うとアイドルじゃないんですけど、野村芳雄さんがあのバンド、そうアイドルじゃないんです、ザグッパイっていうねバンドをやられてた時のあの昭和歌謡っていうか、まあ、バンド曲だから、そう、もう何度も言うけど僕色に染めてが好き、本当に好きだからね、私もちょっと開拓っていうか、そういう昔の曲っていうか詳しくなりたいなって思ってる。あと同じ感じでっていうか時代的に、GNM デュデュさんありがとうございます。ゆりぺこばは、僕が好きなアイドルソングは中森明菜さんのデザイアーです。もはやアイドルの枠を超えた国民的名曲と言ってもいい曲ですが、80年代アイドルを代表する曲ということで押させてもらいます。この曲は今では本人よりも誰かがカバーするのを耳にすることが多いですが、歌が上手い人が歌うと特に映えるので、僕が好きな歌手にはいつか歌ってほしいと密かに思っている曲です。いつかリッペにも歌ってほしいなということで、さすがにわかりますよ。もうおしゃれですよね、衣装が、あのかっこいいですよね。お父さんが中森明菜さんが好きなので、あの中学生の頃とかなんか聞いてた感じがします。まっさかさまにってやつですよね。落ちてデザイア、なんかさ、こうアニメのキャラクターがさ、昭和歌謡曲っていうかさ、こうアイドル曲をカバーすることって多くないですか？なんか私そういうのでも聞いたことある気がするな。アニメの中のこうなんかアイドルのキャラクターの子とかが歌ってたりとかさ、そう、なんかそういうのでもなんか聞いた気がする。そういう系のお便りとかアニメ系のアイドルソングっていうのも来てたな。ちょっと紹介しますね。あった。GNM コトリンさん、ありがとうございます。ゆりかさん、こんばんは。語りたいアイドルソングは中川かのんちゃんの All for You です。アニメ、神の水を知る世界で登場するアイドル、かのんちゃんのデビュー曲になります。めちゃんこいいので、ぜひかのんちゃんの魅力を知ってファンになってください。ということで。私ね、神の実見てました。んで、私あの歌が好きです、一番。夏色のサプライズ、トゥルルルル、トゥルルルル、トゥ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 、最高、ほら夏色のってやつ。夏色サプライズ、麦出ての青い空、トゥルル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 ってやつ。あれ好きです。あとね、あとなんかあったんだよな。好きな歌あったの。なんで好きかっていうと、まず、あの、また遡るんだけど、私、遊佐浩二さんが好きじゃないですか。好きなんですよ。んで、あの、絶対カレンチルドレンの兵部少佐が好きなんですけど、ゼッチルの少佐が主役っていうか、主役のアンリミテッドっていう、アニメをやってたんですよ。んで、兵部少佐が主役で、でね、諏訪部さんのキャラクターもいて、で、夕霧っていうキャラクターを遠山奈緒さんがやってて、夕霧がめちゃくちゃ可愛くって、で、そっから遠山奈緒さんの声がもう本当にすごいなーって思って、その時に多分ちょうど神の実をリアルタイムか、なんかこうライブとかをこう、かのんちゃん名義でやってた時で、その時に楽曲をたくさん聴かせていただいていました。で、この曲がすごい好きだった。やっぱあの、リボンのね、トレードマークのもうシルエットも何より可愛いし、私、この曲が一番好きですね。いやー、いいですよね。あと、忘れちゃいけない。ラジオネームです、13さん。ゆりかさん、ありがとうございます。ゆりかさん、こんばんは。アイドルといえば、やっぱり七虹ですよね。私は今まであまりアイドルに興味がなかったのですが、犬のお散歩とお酒が好きな友人に七虹のことを教えてもらい、今ではすっかりハマってしまいました。七虹の曲では特にロマンスの積み木という曲が好きです。レッタンとルーリー推しのゆりかさんは七虹の曲何が好きですか、ということで。いやー、もう私は相変わらず陰ながら応援しています。二人にね、滅ばされてるからね、私ふふふっていうまあ言ったことあるかもしんないけど、一番好きなのは伊達娘かな。
あれはね、みんなのソロがいいね。あと何よりね、レッタの君は意外に足が速い。あのね、あそこ素晴らしいよ。君が走るその後から僕が走る全速力でアスファルト風のように引き止めようと追いかけてた何を誤解したのだろう不意にあここルリプイド背中向けてポニーいやみんな可愛いんだよテル揺らしながら君は意外に足が速い信号が赤に変わったらようやくやっと追いつけるかこれ永遠に歌っちゃいますね。まあ、あと表題で言うとやっぱ私はね、理解者かなやっぱり一番聞いてた。あとやっぱり文化放送で一番聞いてた。あとねシャンプーの匂い聞くとなんか泣きそうになる。あの頃あのザキャッチっていうね2年間やらせてもらってたラジオが始まった年が。に多分発売されててシャンプーの匂いがしたがでなんかもう今もさまあラジオを話すときってまあ喋るぞっていうかまあラジオやってるっていうつもりでいるんだけどあの時って本当に右も左も今より分かんなくってで憧れの文化放送でラジオができてっていうなんか毎回本当に緊張とも違うんだけどなんだろうなすごい気を張ってたの多分んで、そういう時に、あの、人に言えないくらい好きだったが聞こえるとすごく安心したので、それをすっごく覚えてますね。だから、シャンプーの匂いがしたすごい好きだなぁ。いや、でもね、あとあれも好き。タイトルが出てこないのか、絶望、ドゥルルッドゥッドゥッドゥルルみたいなやつ。で、出てこない。なんとかの花。ドゥルルッドゥッドゥルルってやつちょっと教えてちゃっとらん多分ね後で思い出すのなんかさちょっとダークじゃないけどさルル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 みたいなやつあれ好きですね。なんかやっぱさ可愛い曲も好きなんだけどどっちかというとちょっとダークなっていうかさっきの AKB のさまあ純情主義とかテモデモとか嵐の夜にはとかもそうだけどなんかちょっと暗いっていうか影がある曲の方が好きなのかもしんない。うん、そういう曲好きですね。いやー楽しい。いやー楽しい。いやーでもね、ちょっとね、あれだなーって思う。なんていうの、偏ってるんだよね、私が。詳しいのと、詳しくないのと、ちょっと偏ってるから、わかんないことはちょっとわかんなくて、ちょっと申し訳ないんだけど、じゃあちょっとこっち方面にもお邪魔したいと思います。JNM 大賀くん、ありがとうございます。ゆりかさん、こんばんは。自分は今まであまりアイドルソングに触れてこなかったのですが、そんな僕がつい最近好きになった曲、ボーノの初恋サイダーという曲です。ゆりかさんも過去にカバーされている、そうですね、ということで、めちゃくちゃいい曲ですぐ好きになりました。残念ながらボーノはもう解散しているようなのですが、今更ながら他の曲も、いろいろ聴いてみようと思います。いやー、鈴木愛理さんとね、嗣永桃子さんと夏焼みやびさんと、もう伝説の3人組ですよね。ハロプロ系のね、お話というか、メールもね、他にもいただいてます。ラジオネームよだれもちさん、ありがとうございます。ゆりかさん、こんばんは。私の思い出のアイドル楽曲は、うわー、ビババラ色の人生です。それ冒頭で言いましたね、私、カントリーガールズって。ハロプロのグループ、カントリーガールズの楽曲になります。この楽曲が私の中で特別になった瞬間は、カントリーのプレイングマネージャーも務めた、嗣永桃子さんのラストライブの時です。6人目のカントリーとして、最後の最後に歌ったのですが、6人のカントリーとしてね、この日を最後に芸能界を引退する嗣永さんにとっても、これから5人で頑張るカントリーにとっても、あの場所に居合わせた全ての人にとっても、将来がバラ色であるようにと、そう願っているようで、悲しいけど前向きで、でもどうしても泣いてしまいます。サビの私なら大丈夫ですにも、もうちょっと滑舌が追いつかなくなってきました。ラストが溢れています。あの日を一つの区切りにして、ハロプロと離れるかを考えていたのですが、ステージで嗣永さんを送り出すカントリーの皆さんのパフォーマンス、そして嗣永さんとの絆を感じ、これからもカントリーを応援していこうと思いました。ということで。わかる。
今たびはびばばら色人生。あーいい。私ね、柳川ななみちゃんがすごい好きで、本当に可愛い。もう、ヤナミもね、ちょっと引退しちゃったんですけど、ジュースジュースに入って。私なら大丈夫です。笑い色の人生。いや、本当に可愛いですよね。本当に可愛い。もう、愛おしくてごめんねとか、まあ、有名っていうか、あの、可愛らしさが。あとね、森戸ちゃんが好きなんですよ。可愛い。本当に可愛くて、今、モーニング娘。でね、2-1 で活動されてますけど。ねえ、もう本当にさ、カントリーガールズは可愛い。もう、ビババラ色の人生は私も大好きで、なんかもう、私なら大丈夫ですっていうのに、私も泣きます。で、これも本当に、すんごい、例えばさ、握手会に行ってた、ライブに行ってたとか、そこまでの身分じゃないから、私も好きですとか言うのが本当におこがましい。私ですら、私なら大丈夫ですっていうワードでグッと来てしまうので、本当に応援してた方っていうか、本当にね、頭が下がるっていうか、なんかもう、今からも泣きそうです、私。この曲、私もなんか自分を、元気づけるって言ったらあれだけど、その時に聞いたりしています。あとストーリーにもね、カントリーの曲聴いてるよって載せたことありますね。いや、もう本当にいい。本当にいいので、ぜひカントリーの曲聴いてほしいなと思います。いや、本当にね、もうどんどん行かないと、もう今何分喋ってるよ、これ。もう20分も喋ってるけど、もうちょっと行かせて。ラジオネームガグビーくん、ありがとうございます。イリッペ5番は、僕は今回のメールテーマを聞いて、間違いなくイリッペは乃木坂のアンダー楽曲特集をやると思っていたんで、左胸の勇気から、口ほどにもないキスまで、すべてのアンダー楽曲を聞き直して、僕的トップ3を決めました。第3位は、別れ際もっと好きになる。第2位は、嫉妬の権利。そして、第1位は、13日の金曜日です。表題曲だけじゃなく、アンダー楽曲もめちゃくちゃに強い。これが、乃木坂の魅力なんですよ。ユリッペ的アンダー楽曲ランキングもお聞きしたいです。いや、これはきつい。選べない。あのさ、ここまでね、気を悪くした方がいたら申し訳ないんだけど、まあ、ちょっとずつではあるけど、AKB の話、ハロプロの話、まあ、坂道、乃木坂の話、なんかこう、ちょっとずつなんか満面なくかじってんじゃないよって思われるかもしんないけど、もう曲がいいからさ、もう許して。本当に許して。で、乃木坂46さんに関しても、そう、特に、まあそのさっきも言ったように、姫たんだったり、キーちゃんだったり、なんかこう、アンダーメンバーが好きなんですよ、すごく。もちろん選抜メンバーも好きだし、まあ、みんな頑張ってるじゃないですか。で、まあだから、こうなんか表、なんだろう、選抜にいる人には選抜にいる大変さとか、なんかこういろんなことがあるんだろうけど、やっぱりなんかこう、不遇って言ったらおかしいけど、なんかちょっと、あと一歩どうしても足りなくって、もう一歩進みたいけど、なんかこう、ボーダー面っていう言葉もありますけど、もうちょっとで選抜なのにっていう子を応援するのが好きっていうか、なんか応援したくなっちゃうんです。で、なんかどうしてもちょっと自分と重ねる部分があって、なんか私もどっちかというと、なんか別に暗い話をするわけじゃないけど、なんか例えばこう最後のオーディションだって決めたオーディションでやっと合格して、それまでもう3年4年、こうなんかいろんなオーディションを受け続けてダメだったし、なんかこう自分もどちらかというと、選ばれない方って言ったらおかしいけど、なんかうまくいく方じゃないんですね。私が。だからなんかちょっと自分と重ねてしまう部分があって、なんかだからこそ、アンダーメンバーの、なんかこう、一生懸命さみたいなのが、なんか汗と涙みたいなのが、すごい好きなんですけど、いやー、これね、ランキングわかりますよ。別れ際はね、あれですね、ミオナちゃんで、だよね。もう卒業も発表されてますけど。今日もまた別れ際もっと好きになってしまう。あれ、イントロがいいんですよね。てん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 。あとね、第2位の嫉妬の権利。これはね、私の推しでもある姫たんとミオナが
ダブルセンターの今の私はうざい自分が好きじゃないってやつ、あれね、 MV のキーちゃんめっちゃ可愛いの。やっぱね、キーちゃんショート可愛いよね。いや、今の長いのも可愛いんだけど、あのね、なんで乃木坂46さんが好きになったかっていうと、もともとあの募集、なんか AKB の公式ライバルを募集しますみたいな時から、なんか広告っていうの、なんかこう CM とかあるじゃないですか。で、まあ、AKB ンゴとか見てて、こう坂道できますみたいな広告を、なんかこうやっぱ AKB を追っているといろんなとこで見たので、多分乃木坂ってどことかも第1回目からビデオに録画して見ていたので、だから何で好きになったっていうより、なんかもう AKB を応援する延長でじゃないけど一緒に応援してたっていう感じだから、どっち派とかないです。私どれも好きです。どれも好きで、1位の13日の金曜日はゆったがね、斉藤ゆりさんが鬼玉にさ出させていただいた時、いやもう違う、ザソウルだったな。もうお会いした時もう本当に言っちゃったもん、もう大好きですって言っちゃって感動しました。二人の羽の時かな、もう一緒に写真撮らせていただいた時も夢のようでした。本当にあれ本当みんな可愛い。13日の金曜日本当可愛いですよね。もう13日の金曜日になったら絶対聞く、絶対聞く、当たり前だけど聞きます。ランキングか、いや私迷うけど、まあでも私星野みなみさんも好きなんですよ。みなみちゃんも好きなので、初恋の人を今でも、初恋の人を今でもも好きだし、やっぱ姫たんって言ったら君は僕と会わない方が良かったのかななんて思う、センターですからね。あのでもなんか泣けてきちゃうの、なんか姫たんの、そう姫たんも本当にか、もうちょっと検索して、顔めっちゃ可愛いんで、なんかね姫たんの温かさっていうのかな、なんかすごいね可愛い系なんですよ。どちらかというとクール系とか、なんかこう元気系とかあるじゃん。でなんか姫たんビームってやって、なんかこうブリブリのアイドルみたいな。で乃木坂46の中ではなんかこうおしとやかなイメージとか、お嬢様みたいなこうグループカラーがある中で、姫たんはもう姫たんみたいな、こうビームとか、なんかこう自分をすごい貫いてるところが可愛いんだけど、すごいかっこいいの、そこがすごい好きで、だからなんかその姫たんの女性らしさ、あったかさみたいなのがやっぱこのあの楽曲には詰まってるなって思うから本当に好きなんですよ。ランキングはでもね、アンダーで言うと1位は私ね、嫉妬の権利、この歌も本当に好き。2位は選べない、どうしようどうしよう、選べない。でもね、ユニット曲が好き、ユニット曲も好きなんですよ。あの冒頭で歌ったのが優しさとはって、姫たんも参加してて、もうほとんどいないよね。あの西野七瀬さんと、あといくちゃんもいた、生田絵梨花さんと、あと若月美さんもいたし、あと橋本七海さんですよ、七海もいたし、農場亜美さんもいたね、いたいた。でさゆりんごもいたよね。そう、もうほとんど今いなくて、優しさとはが本当に好きで、あとねリワインダーの日、これもみんないない、桜井玲香さんと西野七瀬さんと若月美さんなので、もうリワインダーの日と優しさとは毎日聞いてます。恋は後を憎して去った、綺麗事じゃないのね、泣いちゃう、もう本当好きあの歌で、あの B メロの車走る車急ぐっていうのが、車っていうとこを、麗華ちゃんと若様が二人で歌ってるんですけど、あのね、L と R、どっちか忘れたけど、片方で聞くと、車って、桜井麗華さんが言ってて、で、多分、若様が低い方歌ってる。片方、車って言ってんの。だから、どっちかを聞きたいときは、片方外して聞くっていう楽しみを私はしてました。ユニット曲もめっちゃいいの。そう、優しさとと、リワインダーの人、ユニット曲、ああもうサイトだよね。もうあのミオナとキーちゃんと姫たんと、あとカナリンと、もうほとんどいないじゃん。あと寺田ランゼ、ランゼちゃんとね、あの大人への近道本当に大好き。大人への近道教えてください、純情を
きですね。はあ、もう好きだわ。もうダメだ、好きだわ。待って、何の話してた？まあ、ユニット曲はここら辺が好きです。で、アンダー曲のベスト3だよね。1位は嫉妬の権利。2位は、まあでも君は僕と会わない方が良かったのかな、かな、やっぱ。僕たちはどこかで求め合ったのに。いいわ。A さん選べないけど、あれかな？日常。次の気取りを遅くに何がなくても構わない。だって。あれはね、北野日向子さんが、キーちゃんがセンターですからね。うん、ちょっとまとまりがなくて本当に申し訳ない。これ1時間で収まってないよね、本当に。もう聞かなくていいよ、もう。いや、聞いてほしいけど、もう適当に聞いてください。ごめんなさい。もうちょっと足りない時間が。もう語り足りないんだけど。もうさ、ちょっと好きなこと話していい？ AKB に戻っていい？Dear My Teacher が好きです。Kiss me, baby.Kiss me baby, 壊れ物を抱き寄せてよ、教科書通りに教えてくれればいいの。名曲。もうやだ、もうほんとやだ、もうほんとやだやだ、もう。あともう一人いた。ちょっと待って、ラジオネームゴリさんありがとう。ゆりかさんこんばんは。令和に劇場公演の話ができるラジオがあると聞いたので初投稿します。ありがとう。僕は中高の頃 AKB にドハマりしていましたが、数ある劇場公演で特に一番好きだったのは僕の太陽でした。わかる。王道アイドルソングのランランラン、切なさたっぷりの日暮らしの恋、セクシーさのある、そんな、そんなこんなわけで、全体的にどれも強い曲で構成された公演でした。また9期生中心のチーム4が好きだったので、彼女たちが最初にやった公演というのも思い出深いです。ゆりかさんは AKB グループでどの公演が好きですか？それではということで、まあ私は、逆上がりとパジャマドライブかなっていう感じです。もうね、僕の太陽は神ですよね。ララ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 ラ、負けないで僕の太陽っていうのが、もう私からアイドルへ、私から教えって思ってる。なんか本当に泣けてきちゃう。なんか AKB の曲って明るいけど泣けるんですよ。明るいし、なんか泣かせようって多分思ってないのに泣けるのがすごい。なんか明るさ、前向きさに泣ける。なんかそういうのを私も目指したいって思う。私はアイドルじゃないけど、なんかひたむきさみたいなのがやっぱ伝わるから、なんか本当にね、泣けてきちゃうなって思う。AKB の、まあほら、表題とかだとさ、やっぱ大声ダイヤモンドとか、リバーとか、十年桜も大好きですね。あとね、ロマンスいらねのエレピオめっちゃ可愛いですね。ダンダンダンってやつ。ああ、もういい。あと劇場公演曲でしょ？公演曲はちょっともうね、そう、私、お便り読む順番間違えました。結構喋っちゃったんで、まあ、日暮らしの声も好きだし、あれも好きですね。公演曲じゃないけど、あれはあれか。アンダーだったかな？総選挙の。飛べないアゲハチョ。てってってん、てるるるるってやつ。てっ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 てやつ。あれも名曲です。もう本当にキリない。あと、もうちょっと話していい？もうちょっと話すと、ちょっとね、僕たちは付き合ってる大好きです。僕たちは付き合ってると宣言しようってやつ。もう今はね、日向坂46さんになって、まあ、日向坂の話もしたいけど、もうさすがに30分語ってるので、そろそろ締めたいと思います。ということで、もうほぼね、カラオケ大会になってたんですけど、ここまで聞いてくれてありがとうございました。またアイドルソング第2弾やりたいと思いますので、ぜひその時は、参加していただければなと思います。ということで、以上、アイドルソング語りませんかのコーナーでした。はぁ、なんか喉乾いたな。はぁ、水筒がある。はぁ、なんかちょっと顔みたいな。赤髪もある。はぁ、なんかタオル振り回したくなってきたな。はぁ、タオルもある。全部ゆりかの公式グッズサイトでゲットできるよ。怒られそう。あ、なんか LINE 来たよ。あ、これね、アニソンシンガーのゆりかちゃんの公式 LINE なの。あ、でも Twitter とそれ写真違うね。そうなの、公式 LINE でしか送ってくれない写真もあるからね。登録しといた方がいいと思うよ。あ、ちょっと私やってなかったから、じゃあ今から登録するね。うん、公式 LINE 登録してね。
ゆりかです。今年のデビュー記念イベントは配信イベント、題して特別企画シャイニーステージゆりかベスト20。みんなからのアンケートをもとに20位から1位、ゆりかの楽曲をランキング形式で発表します。どの曲が1位になるかな、あれかな、これかな、詳しくはゆりかの公式サイトをチェックしてね。お送りしてきましたゆりかのラジオ作ってみました、いかがだったでしょうか。いや、あのね、メールテーマでね30分以上喋っててちょっと反省してます。これ聞いてる人は楽しいんでしょうか。私はすごい楽しかったんですけど、あのね、ちょっとまだ語り足りないので、おまけコーナーでちょっと動画付きで語ろうと思います。っていうか多分手踊ってると思います。まあもしね、ちょっともうちょっと楽しそうに喋ってるゆりか見るかっていう人がいたら、おまけコーナーはね、あの動画でございますので、最後まで楽しんでいただければなと思います。ということで、改めてちょっとゆりかからお知らせをさせてください。2月22日デビュー4周年を記念した配信イベント、シャイニーステージ特別企画ゆりかベスト20を行わせていただきます。こちら1部2部と分かれております。1部は、みんなからいただいたアンケートをもとに20位から11位、2部では10位から1位を、会場からの生ライブだったり、今までのライブ未公開映像だったり、撮り下ろし映像だったり、様々な方法で歌をお届けします。このアンケートはですね、1人1回答で2月7日日曜日23時59分までとなっております。そしてチケットは発売中でございます。一般チケット、配信だけを見ていただくチケット、そしてですね、今回また、特別チケットというか、ちょっとおまけがついたチケットがございまして、一部二部それぞれデザインが違う T シャツ、そしてあとこの今回だけのライブ CD というか、取り下ろしのどう、これどこまで言っていいんだっけ、天の声さんどこまで言っていいんでしたっけ、CD がついておるチケットがございます。で、その T シャツにサインとかね、 CD にサインとかっていうのももちろん、考えたんですけど、デッドヒートの時に好評だったので、リアルチケットにサイン会も予定しております。詳しくはね、公式サイトとかチケットサイト見ていただいた方が分かりやすいなと思いますので、概要欄とかね、ゆりかの公式サイトだったりツイッターとか見ていただければ嬉しいなと思います。ということでね、今回もジエンラジオを聞いていただきありがとうございました。もう本当にね、自分が喋りたいことを喋っているラジオなんですけれども、次回はですね、どうだろう、ちょっとまだわかんないのではあるんですが、ちょっと形を変えてできたらいいなと思っています。予定なのでちょっとどうなるかは状況次第というかわからないんですけれども、またわかり次第すぐにお伝えしたいなと思いますので、ぜひ次回のジエンラジオもお付き合いください。ということで、この後ちょっとおまけもありますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ということで、以上ゆりかでした。またねー。ゆりかのラジオ作ってみました。この番組はリスナーさんの提供でお送りしました。ありがとう。はい、ということで、今回もジエンラジオありがとうございました。いや、本当に喋りすぎててちょっと自分でも引いたんですけど、いやでも本当に改めていつもお便りとか実況とかありがとうございます。あのね、自演自演って言ってるので、正直、あとこういう状況っていうのもあって、前みたいな生配信ができないので、正直毎回お便り来てなかったらどうしようみたいな、実は思ったりしてるんですけど、本当にあの紹介しているものもできていなかったものもいつも読んでおります。ありがとうございます。またね、もうちょっと早く、前みたいにというか、また別の形でできたりしたらいいななんて思っております。今の形もね、もちろん、良さはいっぱいあると思うので、続けていきたいなとも思っておりますので、臨機応変にやっていきたいなと思います。ということで、今回のおまけコーナーは、もう、語りすぎてるんですけど、私が好きな歌を、
今ねせっかく動作が見えるところなので、これ分かる人いるかな。ちょっとあれだね、話にもあったけど、あのわがままの流れ星の話した、あバナナの話したんだ。もうねわがままの流れ星のね、だってわがままな流れ星もうたいぶってる間に、わがままな流れ星私の願いを叶えて、てっ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 てるるるって、あーよっしゃ行くぞって、あれが本当に可愛い、本当に可愛い、もうやだ可愛いよ、もうどうしよう。やっぱ公演曲が私一番思い入れがあるのかな。大声は大好きだ、君が大好きだ、ここら辺はみんな知ってるじゃん、ここら辺はみんな知ってるじゃん。手もでもはね、あれだよね、あのこんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく、それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたく、あれ最後がいいんだよね、てーちゃっちゃちゃってこうやって終わるのがかっこいい。あと髪の毛染めました、ちょっとオレンジっぽい、これ伝わるかな。そう、喋り始めたのが夕方だったのに気づいたらもう真っ暗になってて夜になってました。自然光可愛いでしょ、やっぱオレンジだよね、オレンジっていうか暖色系、リップの色とも合ってて可愛いでしょっていう感じです。あとなんだろう、せっかくだから振り付けを見てもらおう系、でもあれかな、マネキンとか分かりやすいけど、カルヌヌ、こう怒られないかな、制服を着たマネキンだ、ちょっと本当ね、本当にファンの方がいたら申し訳ないです、すいません、でも好きなのは好きなので分かってくださいということで、おまけコーナーもなんだかんだ3分ぐらいやってますね。いやもうね本当に今回楽しかったので、まあ、ぜひ、あとあれだ、なんかあのメールテーマ、こういうメールテーマでやってくださいみたいなのとかも募集してるので、まあ、基本的になんか思いついたら送ってくださいということで、今回も見ていただき聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう、またね、ゆりかビーム。